はい、小6英語です。次回が来週まとめのテストですね。はい、それなもんでね、まあ、今日はその対策も兼ねましてということで、テキストは56ページ、おさらいテストということでした。いよいよこのテキストも一番最後のところですね。はい、でこのおさらいテストのあたりからもね、まとめのテスト怪しいですね。ぜひとも確認しておいてくださいよ。はい、ではね、まずは、はい、You like baseball なんていう文章出てますが、これを疑問文にしてくださいとですね。疑問文、疑問文って知ってます？何々ですかっていうやつね。はい、ですから You like baseball ですから、あなたは野球が好きですという文章を、あなたは野球が好きですかっていう風にしてあげたいわけだわよ。そんな時に何言う、何ベースボールってしてあげればいいのかなっていうことなんだよね。一般動詞、まあ、今月やってきました一般動詞については疑問文ね、do っていうのを置いてあげると、まあそれだけといえばそれだけでしたね。はい、ですから do と置いてあげて do you で、あとはもう一緒ですよね。はい、今回 like という動詞、好きという動詞が使われてましたね。はい、ですからそのままこの like を使ってあげて do you like baseball って言ってあげれば、はい OK と、ね、いうことになったわけですよ。同じように、じゃあ、You have a camera。ね、今回、穴埋めここだったけど、穴埋めじゃなくてね、一文自文でしっかり書いてくださいよって言われた時だって、はい、Do から始めてあげりゃいいわけだね。はい、そして、Do you have? まあ、とにかくね、Do 最初置いて、全部書いちゃえばいい。全部書いちゃえばいいんですよ。はい、ですから、Do you have a? はい、カメラとして、クエスチョンマークくっつけてあげる。はい、もうこれで出来上がりですね。はい、一般動詞の場合はね、do っていうのを置いてあげて、もう残りパッと書いちゃう。ね、最後にクエスチョンマーク。はい、これだけで出来上がりですね。はい、その次には今度は、まあ、疑問文というのが来れば、次、否定文というのが出てきますね。はい、否定文っていうのは、何々ではありませんとなるものですね。はい、ですから、I have a new glove。私は新しいグローブを持っていますという文章ですが、私は新しいグローブを持っていませんとしたいんだわな。はい、そんな時にさあ、どうしましょうということですね。やはり一般動詞否定文ね、なんかこの do てんぺのなんか使ったよねっていうことですね。はい、 do not、 まあ、テキストの中では do not 短縮形の don't というのが出てきましたので、まあ、とにかくその don't というのを使ってみましょう。はい、そして残りやはり一緒ですね。have からも全部続けてあげればいいわけですよ、ね、否定文ときましたら don't、 はい、否定文ときましたら don't、 はい、こいつでございます。だから次 I play baseball、 で私は野球をします。はい、これを私は野球はしませんとしたいんです。はい、ですから I don't、 一緒ですね。でも play からまた残り全部続けてあげればいいんです。 I play baseball、I play baseball、ね、なんていうことで、はい、ピリオドポチ、はい、もうこれで出来上がりということでございました。はい、おさらいですと2番入りますとですね、今度は疑問文の答え方ということですね。まあ、そんなわけで、はい、do から始まってます。do you have a radio? ね、あなたはラジオ持ってますか?に対しては、はいかいいえかでの答え。今回、yes ということで書いてくださいということですので、はい、yes が出てきまして、はい、あなたはと、あなたが聞かれてるんです。はい、自分のこと、私はとね、答えていきますよ。はい、yes, I。で、do で聞いた疑問文。はい、do を使って答えてあげます。yes, I do。Yes, I do ですね。はい、それから前回やったね。はい、What do you have in your hand? あなたは手に何を持ってますか?ね、いうことですね。はい、ですので、Fat から始まってる文章。まあ、以前もやったことがありましたけれどもね。何?って聞かれてるわけですから、はい、いいえじゃないんですよね。はい、ね、なんと手に何持ってんの?って言われて、はい、そうですか、いいえ違いますが言ってもね、ちょっと噛み合わないですからね。噛み合わないですからね、話がね。はい、ですので、はい、What do you have in your hand? あなた手に何持ってんの?聞かれたので、はい、私は何々を持ってんですよ。ということで、はい、今回 have でね、聞かれてますので、はい、I have a pen ということでね、have を使って答えてあげられればいいんだということでございました。先月あたりもね、まとめのテスト、ワークの方からちょこっと出題もしましたよね。ですから、なんか出るよ、きっと。はい、ということで、ぜひとも100点目指して頑張ってください。はい、では、また。